日本大阪府大阪市北区、角田町角田町は、大阪府大阪市北区の町名。2019年3月31日現在、の人口は0人。大阪市北区の中心地、北梅田から東梅田地区に位置。北は、柴田、茶屋町、東は、小松原町、道山町、南は曽根崎、西は、梅田三丁目と隣接している。 1461年の中島総前事療目録、曽根崎平田文の中に梅田の内閣で300歩と記載されており、室町時代には角田の地名が確認できる。江戸時代以降は西成郡北の村の一部で1897年に大阪市へ編入。1900年の大和坂編により北の角田町となった。1910年には 現在の阪急大阪梅田駅が開業した。梅田駅は後に昇進町に移転したが、現在も阪急百貨店やヘップが立地している。1924年に北野西の町の南部と北野省、深町の国一部を編入し、北野の干渉を廃して角田町となる。1944年に扇町通り、宮古島通り間を小松原町へ、 大町通り以南を曽根崎中へそれぞれ活九1993年から2006年まで大阪で最も地価が高い場所だった。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。帰宅内のすべての私立中学校と大阪市内の小中一貫校が対象で学校選択が可能。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。梅田阪急ビル新梅田食堂街入口。ありがとうございます。